ナショナルズ、マーリンズ、日本時間15日、ワシントン DC、ナショナルズのベンチで、選手同士のいざこざが起こった。14日、日本時間15日、日本拠地で行われたマーリンズ戦で、2回表終了後に先発のマッケンジー・ゴーア投手と三塁手のニック・センゼル内野手がベンチで口論。周りの選手たちが止めに入り、一時騒然となる場面があった。 次回の守備では、2試2三塁の場面で三塁手、センゼルが下がってゴロを補給。1塁に送球するもギリギリのタイミングでセーフとなってしまい、1点を健上していた。その後ベンチでは2人が言い合いに、センゼルがゴーアを突き飛ばすと、周りのチームメイトが間に入って2人を引き離した。米メディア、ジョムボーイメディア、の野球専門アカウント、 トーキンベースボールが動画を公開すると、ファンからは、なんてこった。なぜセンゼルは押しているんだ。私ならゴーアを支持する。簡単にアウトになっていたであろう打球で、センゼルは得点を許した。恥ずかしい。とコメントが寄せられていた。ナショナルズといえば、2015年にブライス・ハーパー内野手の態度を見かねたジョナサン・パペルボン投手と口論となり、 ベンチで大騒動になったことも、今回の騒動で見たことあるぞ、定期的にベンチで喧嘩するのが伝統になってるのか、と思い出す声もあった。